見習いーバは、ノッティービー他で、2014年7月14日から9月22日まで、生放送されたアニメーション番組。ノッティービーのトークバラエティ番組、吉田ひさのりが、アニメで企んでるより誕生した生放送アニメーション、番組。フル CG のキャラクターの声を担当する声優が、モーションキャプチャーのセンサーを身につけ、動きまで演じながら進行する。 ツイッターを用いて視聴者から歌詞のアイデアを募り、総演中の演者と共にリアルタイムでエンディングの曲を作り、番組の最後は演者が生放送で歌唱するという試みを行った。2014年3月23日にアニメジャパン2014のの TV 吉田久典がアニメで企んでるステージで詳細発表とデモンストレーションが行われた。 また7月7日のゲネプロとなる制作記者会見でもアニメキャラを交えての記者会見が行われた。制作葬式の日本放送、吉田久典アナウンサーは、アニメを見たいという気持ちは、見たことがないものを見たいって気持ちだと思います。この世のまだ存在したことのない生放送アニメをお届けしますと抱負を述べた。前半がサイズ売りパート、後半が羽ばたきパートの二部構成で、 の TV では全編配信、ニコニコ生放送では全編のみ、同時配信。またの TV のみに EH 目で、スタジオ舞台裏を撮影した実写映像、水面カパートを同時放送。第4月曜日のみニコニコ生放送と地上波の東京 m x にでも全編を配信した。第5話からは事前に課題曲を配信。生放送ゆえ、 一話から放送中にモーションキャプチャーが止まるなどシステム障害が頻発した。パブリックビューイングで生中継、本番中に2チャンネルにスレッドを立てる、本番中にブルーレイ &DVD 用の CM を撮影するなど生放送ならではの企画を打ち出していた。2014年9月22日の最終回は科学技術館サイエンスホールにて有観客での ライブステージ性放送を実施。さらに、同年12月21日には、六本木ブルーシアターにて、セカンドライブ、見習い、ディーバーが開催された。後に、獣フレンズなどを手掛けるプロデューサーの福原、慶忠氏は本作について、早すぎた作品、今ベトゥーバーの流れの一つになっていっていると、VTuber の先駆けであったとの認識を2018年のインタビューで語っている。 2014年8月11日に駒沢、ストロベリーフィールズで、スタッフトークショー、スタッフを崇め立てまつるセディヌンティウスの会を開催。最終回の9月22日には、サイエンスホールで、見習い、ディーバが、公開性放送された。モーションで使われた二人の浮き輪はライブ中に観客に、投げ渡されている。2014年11月11日にニコニコ、生放送で、 セカンドライブ開催記念見習いディーバ、準備を始めたディーバたちを配信。出演は、村川理恵、山本希望、石、伊達光、太郎、井上淳一、はじめ。来場者は、約2万人。第4話と第7話のごぼうちゃんコーナーも再び、行われた。2014年12月21日に、六本木ブルーシアターで、セカンドライブ、見習い、ディーバーが開催された。 ブルーレイ &DVD、ササミ付属のチケット先行購入申込み権より、期限内に応募が可能であったほか、一般販売もされた。この日もモーションで使われた二人の浮き輪はライブ中に、観客に投げ渡されたほか、サイン入りカラーボールも投げ込まれている。2015年3月8日開催の、声優アーティストによるライブ、PS ライブ、レイニラブ &PS では、村川里恵。 山本希望がアニメーションサイド見習いーバ枠で出演。2016年6月30日のノッティビー前放送終了直前の各番組を振り返る場面で最終回ラストのシーンが使用された。何も知らされずノッティビーの生放送に呼ばれたテレビ初出演新人の青い瑠璃と春音ウいツイッターで募集した歌詞で生放送で歌ってほしいと頼まれ。 困惑する、青い瑠璃と春音ウい。果たして、青い瑠璃と春音ウいの二人は、生放送のライブステージで無事歌い切ることができるのか。前作詞、歌から見習いディーバ作曲、ゴーストライター。作曲者は、青い瑠璃や春音ウいに、生花歌を歌わせている、音楽担当。ライトユーザーが手を出しやすくなるように1、2、牧のナンバリングを廃し、作品の、 取り鳥縛りと、性放送、パッケージ、調理済みの意味合いから、焼き鳥の頭から尻までの部位を順番に、サブタイトルとしている。見習いディーバは、2014年12月21日に、開催された、最終回生ライブに続く、セカンドライブ。ライブ開催前に来場者から、歌詞候補を集めライブ内で、公開作詞が行われた。ライブ来場者には、 お土産 USB も制作された。放送から約2年後の2016年4月に、Android アプリ、見習い、ディーバと踊ろうを配信。スマホの映像とウィアンドルリの歌っている姿を合成できるカメラアプリ。ありがとうございます。